逃しはせぬか。 さすがよな。 いな。 やめよ。 ですが。 最ある若人を失うは 猪本の損失。 妙は いつまでも乱世ではない。 いずれ 太平の世となった時に 猪本を背負って立つ若い力がいる。 それが誰の天下であれ。 な。 いささか気が強い娘だが、 気立てよし、 気量よし。 お主にどうだ。 まだまだ死ぬわけにはゆかぬようだ。太平の世を築くまで。 稲殿、長い時間疲れたのではないですか。疲れてなどいません。もののふとして精進を積んできた身です。このぐらい。<笑>何がおかしいのです。ああ、すみません。あなたにしてみれば不本意な婚姻だろうと思います。ですが、 真田にとってあなたの存在は必要です。<笑>せめてあなたが一日も早くここの暮らしに慣れてくれることを祈っています。ああ、それからあなたには辛いことでしょうが、私は稲殿が上田に来る日を心待ちにしていました。おそらく雪村も。お待ちください。 稲はもう真田の人間です。稲殿ではなく稲と呼び捨ててください。<笑>では稲、おやすみなさい。 上田城での真田の戦ぶりに感じ入った家康は稲姫を真田信行にめとらせ和睦を成立させた。一方、中央では信長の後継者として台頭した豊臣秀吉により着々と天下平定事業が進んでいた。真田も諸大名と同じく秀吉の意に服した。 秀吉に逆らう勢力は小田原の北条のみとなった。秀吉は天下統一の総仕上げとして小田原征伐を敢行。北条の四条である忍城の攻略を石田三成らに命じた。真田家もまた秀吉の命に従った。信行と幸村は 三成らに恩を返すべく、遺産で忍城に赴いた。真田の将、忍城の戦い。
この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。ゆえに我ら天下の軍はただ勝利するだけではならぬ、戦力差を見せつけ圧倒的な勝利を飾る。来たる豊臣の世をここに示すのだ。おー、大したものだな。見事な演説だった。火の打ちどころのない筋の通った口上だが実がない。天下の軍とは、天下とは一体何か。なるほど。天下といえば聞こえはいいが、煙巻くような言葉だな。お前たち、俺をけなしに来たのか。すまない、そんなつもりでは。策の成功を祈っている。少し心配だな。ずいぶん気負っているようだ。初めて全軍の指揮を任されたのだから当然だ。だが気に病むことはない。流れはこちらにある。こうしてまた兼続殿、三成殿と共に戦えるとは光栄です。この戦もまた我らが義の結束で勝利を飾ろう。しかもこたびは影勝様もおられる。まさに鬼に金棒。わしは金棒か。影勝殿、頼りにしております。わかった。影勝様、そして雪村、共に戦い我らの気概を天下に示そうぞ。これより推城を水攻めにし屈服させる。浮島に残る兵は速やかに帰陣せよ。来たる秀吉様の天下を知らしめ北条を臣服させるための戦、圧勝して当然。万が一には本陣を危険にさらすようであっては困るぞ。好きにはさせん。ただの一戦、おらわれ。
ズバタレ対また強くなったな。急げ。あとは私に。堤防に穴を開けられては終わりだ。その愚行を押しとどめる兵力が豊臣にはある。速やかに堤防に群がる敵を一掃せよ。よく敵に巡り会えた。燃やし尽くせ。そう、打ち取ったり。
前こそ誠の義士だ。これで少しは楽になるか。急げ。体の一さご覧あれ。では敵も進めまい。おかげで堤防を壊す時間はたっぷりあるぞ。ユキエ、頼んだわよ。堤防が壊れるまでの間、民を守って。開門。取られただと。バカ。今はマジあの若者を撃つことだ。堤防を進め、こうして。好きにはさせん。サナダのな、怪我させに済んでよかった。テールは崩れず、あとはお前たちの力で踏ん張ってくれ。我らは天下の軍、民に手は出せん。全軍堤防より退避、兵の安全を確保せよ。天下の軍というのは厄介。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。よし、この機に豊臣を押し返せぞ。全軍二手に分かれて進軍しろ。真田の一戦開門。みんな張り切ってるわね。それなら私は本陣を守る。待ってカイ、私も行く。お父様が築いた関東の平和、一緒に守ろう。手に回ることになる。それではこの戦の意味がない。このしょんぼりさんめ、我ら同志がいることを忘れたのか。敵は貨幣、勝機は十分にあります。力を合わせ敵を押し返しましょう。おやしつきせ。Thank you.
今こそ2戦開門、ここに示そう。みんな、ここまで共に来てくれたので感謝。全軍を師匠に突撃し、豊臣の勝利をつかむぞ。好きにはさせん。まだの一戦。大軍相手にどうにか踏ん張ってやがるな。小僧ども、やるようになったじゃねえか。数の勝利か。だが今は共に戦ってくれた皆に感謝しよう。